タルイ・北事務所代表、タルイ・スミオ7月26日隊は、日本の外交官。軍縮担当大使、沖縄担当特命全権大使、交流協会台北事務所代表を歴任した。福島県郡山市出身。福島県立朝霞高等学校を経て、1970年3月に、慶応義塾大学経済学部を卒業して、同年4月慶応義塾。 大学大学院経済学研究科修士課程に進学。1971年、大学院を中退して外務省に入省した。1972年から台湾、香港、北京で中国語研修を受けた、チャイナスクール。1986年外務省条約局法規、調整官。1988年国際連合日本政府、代表部参事官。 1989年、在インドネシア日本国大使館参事官。1991年外務省、アジア局中国課長。1993年外務省、総合外交政策局安全保障政策課長。1995年、中中国講師。1998年外務大臣、官房審議官。1999年外務大臣、官房総括審議官。 2001年防衛参事官、2002年、中区エート大使、2004年内閣府、国際平和協力本部事務局長兼内閣、官房内閣審議官、2006年軍縮会期日本政府、代表部特命全権大使、2009年6月、沖縄担当特命全権大使、2011年10月に、外務省を退官し、外務省参与となる。 2012年4月9日、公益財団法人交流協会理事会により、台北事務所長代表に選出され、4月24日付で就任した。2014年7月14日付で交流協会代表を辞任した。2014年8月、公益財団法人日本国際問題研究所、軍縮、不拡散促進センター所長。 2015年6月1日から2016年2月26日まで、QP 株式会社非常勤顧問。2016年2月26日から、同社社外監査役。2018年2月27日をもって、同社社外監査役辞任。ありがとうございます。